クラシックギターにはナイロン弦を用います。ナイロン弦は柔らかくテンションも弱いです。弦の振れ幅が大きいためネック幅は 50mm から 52mm とフォークギターよりかなり太めに作られています。音色の特徴としては温かい音色で一つ一つの音の粒立ちがよくポロンとなるイメージ。クラシックギターという名前ですがクラシック音楽だけではなく主にフラメンコやボサノバなどのラテン音楽に用いられます。一方フォークギターにはスチール弦を用います。スチール弦は硬くテンションも強いです。ネック幅は 43mm から 44mm と細いのでネックを握り込んで親指で低音源を押さえたりミュートしたりすることができます。音色の特徴としては乾いた音色で音同士が混じりやすくジャーンとなるイメージ。こちらもフォークギターという名前ですがフォークだけではなくブルース、ロック、カントリーと幅広く用いられます。日本でアコギというと一般的にこちらのギターを指します。では実際に同じ曲で音を聞き比べてみましょう。